はい、こちらインタビューブースです。先ほど終了しました女子高校駅伝の3区で見事区間賞を取りました鯖江高校の奥島さんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。本日のレースを振り返ってみてどうでしたか？前半からとにかくチームのために前を追ったんですけど、なかなかタイムが縮められなくて、後半も動きが少しバタついたんですけど、もう最後は必死で仲間のためにつなぎました。はい、今日のためにいろいろ練習に励んできたと思うんですけど、何か取り組んできたことがあれば教えてください。とにかく毎日の練習を継続して強くなるためにケアや自分の体の管理を徹底してやってきました。はい、自己管理能力が優れているということで、今後の目標などがあれば教えてください。まだ次に北信越大会があるんで、そこで1位を取って都大路へ行きたいです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。